はい、というわけでお待たせしました。大悟です。えっ、ー、と、本日の、えー、テーマはですね、えー、自主性がない人でも人生を変えるにはどうすればいいのというお話でございます。そんなことできるのかっていうふうに思う方いらっしゃると思うんです。実はね、できるんですよ。 性が低い人でも人生を変えることができます。なりたい人のライフハックを真似するだけです。相手のことを真似るだけで、運動量から勉強量まで増加すると、自分からコピペできる内容を探した方がアドバイスをもらうよりも全然使いやすいそうです。いい友達と過ごす時間を増やして悪い友達と過ごす時間を減らしてあげるってことはすごい効果的なんですよ。自分と状況が似ている人、あるいは似ていた人をコピペしてください。他人と話す時には、この人の何を真似できるかな？何をコピペできるかな？ってことを考えながら話を聞くようにしてます。真似するだけでも成功。 っていいうううのはこういうことなんですね当然でも、実施が全くない状態で、起業して代役成功するとか、すごいお金持ちになるとか、そういうのは難しいかもしれないけど、ある程度以上の成功は、普通にやればできます。はい。じゃあその普通にって考えたときに、皆さんは、今の時代って SNS とかで簡単にすごいお金持ちの人とか、成功してる人の、 生活とか、えー、考え方とかと知れますよねで。そのせいで、自分はそのちょっとやそっとの成功じゃ成功とは言えないと。もう年収1億くらい行かないと成功って言えないんじゃないかみたいなのに重く考えすぎちゃって、結局行動できなくなっちゃうんですよ。だから現代人ってすごいね、かあの、完璧主義者多いみたいな話もありますけど、そういう、まあ、実践が少ないのに、 今って自主性が大事だ。積極的に行動しろ。もっと自分のためで考えろって言われるんですけど、それがない人が、じゃあある程度成功するためにはどうすればいいのということをですね、勉強できる内容になっております。ぜひですね、やってみてください。 じゃあ今日先にね、その、えっ、ー、と、心理学者が注目しているコピペ戦略というものをご紹介したいと思います。今日のテーマはこれなんですよ。はい。えー、これね、あの、行動科学者とかで有名な先生が見せて、あの、あの、ミルクマン先生って人がいるんですけど、この人とかが結構、あの、おすすめしている方法です。で、まあ、いろんなね、研究者とかもこのコピペ戦略っていうテクニックに関しては調べておりまして、で、結構ね、あの、有効だろうと。で、しかも、あの、自分からあんまり行動できない人、実脂性が低い人とかにも、えー、使えるテクニックじゃないかというふうに言われているという、そのテクニックなんですね。 はい。で、これ、実は、じゃあ、コピペ戦略って何かっていうと、まあ、簡単に言うと、社会規範っていう、人間が持っている本能、本能的な原理っていうのを利用して、自分を変えるための方法が、このコピペ戦略というものになってます。え、何かっていうと、社会規範ってね、例えば皆さん、いや、みんなこうやってますよっていうふに言われると、 あ自分もそれしなくちゃいけないかなって普通は思いますよね。みんながこうしてるから自分もやらないと。本当はやりたくないんだけど、みんながこうだからこうしないと。という考え方になるわけですよ。だから一定以上の協調性がある人っていうのは、やっぱりみんながやってるから。誰かがやってるから、そうするとやっぱ自分もやんなくちゃいけないな。誰かがやってるから自分がやりたくなるという性質が人間っていうのはあるわけなんですよ。まあ僕みたいにちょっと甘のくというか、協調性が一時しく低い人間とかは、あえてそうならない可能性もありますけど、例えばみんながローエベ持ってるからローエベのバッグが欲しくなったり、とからみんながィトンの財布持ってるからィトン財布欲しくな なったりとか、なんかみんながなんかね。あの愛の不時着を見てるから自分も愛の不時着見なくちゃいけないよ気がするとかで、やっぱ自分の行動が誰かがやっているって話を聞いたことによって変わった経験で皆さんありませんか？その時に努力とか行動力って必要でした。 必要じゃないですよね。つまり人間って、こういうふうな社会規範、誰かがやってると自分がやりたくなるって本能をすごく強く持っていて、これを利用したら、行動力が低い人とか、自分を変えるのが苦手な人でも自分を変えれるんじゃないのっていうのがですね、今回のテーマになってきます。で、このメリットは何かっていうと、まさにこれです。実質性が低い人でも人生を変えることができます。やっぱり、まあ、どんなね、成功者の本を読んでもそうだし、いろんな経営者の本とか読んでもそうなんですけど、やっぱり実質性に欠ける人って、まあ何をやってもうまくいかないと、行動できないし、えー、ためらっ るし人と違うこともできないしって言われて結構ディスられますよねはいまあ申し訳ないんですけど僕も結構ディスってましたはいあの実勢が低い人ってやっぱり自分の力で人生選ばなかったら人生って変わらないからと確かにそうなんですよそうなんですけど逆にこの社会規範を利用してあげれば実性が低い人でもなんなら自主性が低い人の方が変われるんじゃないのっていう考え方になってくるわけなんですよな、うんでかというとこの社会規範が持つパワーってかなり強いですもう先行研究とかでも何度も確認されていてやっぱり僕らってみんなが やっている行動に対して合わせようとしちゃうんですよこれを上手に利用しようってうのがこのえさっきご紹介した、えー、心理学者も注目しているコピペ戦略というものになっていくんですよじゃあ何かっていうとこのコピペ戦略ってめちゃくちゃ簡単ですもう一言で言うとこれですドンなりたい人のライフハックをコピペするだけ 真似するだけです。はい。だから自分が知らないような知識を持ってる人とか、あるいは自分が身につけたいと思うような技術とか、えー、才能とか、そういうものを持ってる人を見つけて、その人が使っているライフハック、朝どういう風に起きるのか、とか仕事の前に何をするのか、とか寝る前にどういうことをするのか、筋トレするんだったらどんな筋トレ中心にやるのか、みたいなものを意図的に コピペします、自分に。まあ、簡単に言うと真似しちゃうってことなんですよ。これだけ。ただ真似するだけでいいっていう意味で言うと、すごい簡単に人生変わるテクニックだと思いませんかこれは。はい。で、効果はね、あの、折り紙付きでございます。あの、やっぱり人間って、あの、同じような問題を抱えてる人とか、抱えていた人って必ずいます。例えば僕だったらいじめられてたりとか、えー、テレビにね、出たんだけど、ちょっとメンタルがね、なか,なかなかね、忙しすぎてね、しんどくなっちゃってやりたいことやったりとか、いろんなことやってますけど、やっぱこう、さ、自分と同じような悩みを過去抱えていて、 で、そっからうまくいった人とかっていっぱいいるじゃないですか。皆さんの周りにもいると思うんです。有名人とかじゃなくても。で、こういう人がを見つけて、その人が使っている戦略だったりだとか、戦術だったりだとか、習慣だったりとか、丸パクリする。もうその人の行動をそのままコピーするっていうテクニックが、このコピペ戦略、えー、なんですよ。はい。で、これ言うと、いや、まあ、それはそうだよねと思う方いると思うんですけど、実はね、これね、シンプルでいいんだけど、ほとんど人がやらないんですよ。なんでかっていうと、人間ってね、 他の人がやってることは大体自分は知ってるし理解できるっていうふうに考えるんですよ。で、こういうバイアスがあるんで、他人から学べるものっていうのを結構過小評価しちゃうように人間でできてます。だから、自分と同じようなレベルの人とか、身近な人が知ってることは自分もほとんど知ってるだろうと。だからわざわざ真似しなくてもいいんじゃないって思っちゃうんですよ。でも実際は、ちゃんとコピペしてみると、あ、こんな一面があったんだとか、こういうところは自分と違うなってことが分かって、結構他人から学べることいっぱいあるんですけど、それをおろそかにしてるんですね。だただコピペするだけとか真似するだけっていうと、 嫌な気分になる方もいると思うんですが、実際は丸ごと真似しようって思ってあげると、どうなるかって多くのことがそれが学べるきっかけになるわけなんですよ。手張りって言葉ありますよね。最初は師匠の教えを守って、で、それを破ってアレンジして、最終的には自分の道に離れていく。手張りって言葉がありますけど、まさにこれの自,自を行くような、最初の手の部分を、えー、行くようなテクニックがこのコピペ戦略、えー、なんですよ。で、実際にですね、ウォートンスクールなどの研究チームが行った、えー、研究とか見てみると、も、ま、う、あ、ただ相手のことを真似るだけで、えー 運動量から勉強量まで増加するということがですね分かってます。はい、オートスクールの研究では実験にねたくさんの参加者を集めまして、お互いのライフハックを話し合ってくださいと。自分はこういうねライフハックでこういうね感じで仕事をこう乗り越えてますよとか、こういうやり方で筋トレのモチベーション上げてますよみたいなライフハックをお互いにシェアするんですよ。でシェアしてそのお互い最高だと思うライフハック だけをコピペします要するに相手から教えてまたライフハックの中で一番相手的にいいと。ね、これはいいなっていうふうにですね、思ってライフハックを、あの、愚直に真似するんです。はい、お互いにね。っていうことをやってあげて、どうなるかってことを調べたんですよ。したら何が起きたかっていうと、 もうちょっと運動量を増やしたいんだよと思ってる人は、運動習慣で借りてる人のライフハックを真似するだけで運動量が増えたんですよ。一方で、成績を上げたい。仕事とか勉強の成績を上げたいと思ってる人は、ちょっと成績を上げるのに成功した人の最高のライフハックをコピペすると、成績とかが上がったんです。実は勉強量が増えたりとか、仕事量が増えたりとかしたということが分かってるんですよ。だから本当に真似するだけで僕らって人生変えれるんですよね。確かに人間って真似をすることによって進化してきてるので、そういう、まあ、あの考え方は前、あの、多分あっ あったんんだろううなと思うんですけど改めて実験でで確認されると面白いですよね実際にですね、博士は、ミルクの博士こういうふうに言ってます。えー、最近の私の研究結果から、他人が成功するのにですね、役に立った、えー、コツをですね、意図的にコッペすることによって、多くの利益が得られることができるというふうに言ってるんですね。はい。で、まあ、このね、あの、相手の戦略をコッペするっていうのは、自分がゼロから新しい行動を起こすよりも全然簡単だというふうにですね、えー、博士も言ってるわけなんですよ。だから自分が目標達成できなかったりとか、挫折しそうになったら、まあ、優秀な人。 あるいは仲間あるいは成功してる人何かを習慣化してる人の、あの、やり、や、ライフファックっていうのを教えてもらって、それをそのままコピーすると。いうことをやってあげると、まあ一番目標達成しやすくなるんじゃないのということはですね、言われてるわけなんですよ。なかなか面白いですよね。簡単なのに超強力なわけです。 でさらにこのコピペ戦略を高めるための方法、効果を高めるための方法を今日は5つ、えー、皆さんにご紹介したいと思います。えー、まずは1つ目、でではい。アドバイスをもらうよりコピペせよ、です。はい。えー、このね、あの、ミルクマン博士の実験でもかなり面白いポイントがあって、誰かにアドバイスをもらうよりも、自分で相手がやっている、その、ライフハックを聞いて、真似できるものをコピペする方が、あの、効果的だったという結果も出てるんですよ。要するに、例えばじゃ自分がダイエットをしたいっていうふうに思うんだったら、ダイエットの仕方を友達にアドバイスしてもらうんじゃなくて、どうやってダイエット 成功したのとか、どうやってモチベーション保ってるの？って聞いてうん。僕だったらこうやってこうやって。あとこういうことになってるしこういうこともしてるね。みたいな風に言ってくれるじゃないですか。その中で自分があこれ面白いって思うものをひたすらコピーするだけってことをやった方がえー。俺今こういうことを悩んでてさ、アドバイスくれないかなっていうよりも効果的だったえー。そうなんですよ。うんで、あのなんでこれ大事かっていうと、あの単にね。アドバイスをもらうだけだと相手の意見の思うままになるんですよ。ところが自分が積極的に。 相手のどこを真似しようかなって考えれるので、コピペ、えー、戦略で行くと。そうすると、自分のライフスタイル的には、ここはコピペできるなとか、ここは合ってるな、これだけはやってみようってことを身につけられるので、誰の話を聞いても参考になるんですよ。例えば、じゃあ、皆さんとか僕が、プロのボディービルダーのアドバイスを参考にしようと思っても、参考にならないですよね。すごすぎて。でも、例えば、プロのボディービルダーが、いや僕もね、やっぱりなかなかやる気が出ない時があって、やる気が出ない時は、まあ、こういうことやってるんですよ、みたいな、コツみたいなのも言ったとするじゃないですか。そうするとどうなるかっていうと、あ、それ真似してみよう。 コピーしよようってなるわけですよこうすると、別にボディービルダーがハードなトレーニング使っているモチベーション上げるための方法と、僕らが普段トレーニングとか運動するときに使われるモチベーション上げる方法って、別に共通ってある可能性があるじゃないですか。言ってしまえば。おおも重りとかね、トレーニングの、なんかあの、パワー、あの、ね、なんか、そのなんていうの、ボリュームとかは真似できなくても、そういうコツは真似できるから、自分からコピーできる内容を探した方が、アドバイスをもらうよりも、全然使いやすいそうです。というわけで1個目が、アドバイスをもらうよりコピーせよでした。続いて2つ目のポイント、いい仲間と過ごす時間を増やせ、でございます。はい。 どういうことかっていうと、人間の意思決定って仲間にね、大きく影響を受けるんですよ。だから社会的規範って言ったんだけれども、誰もがやってますよ、みんながやってますよっていうのも確かにそうなんだけど、 正確に言うと、皆さんがよく触れる人たちがやってるかどうかっていうのがポイントになってきます。例えば僕なんかもよくワイン会とかでワイン持ってたりとかね、え、応飲んだりとかしますけど、普通にさ、飲み物にさ、1万円とか2万円とか3万円とかさ、物によって100万円とかさ、ボトル1本にかけるのって頭おかしいでしょだから皆さんからすると、いや、大金儲けてなんか調子こいて頭おかしいな、あいつって思われるんだけど、いや、それは皆さんが付き合って、 ている仲間の社会的規範としては飲み物1本で2万とか3万は高すぎるよねって感覚があるからですよねでも僕は付き合ってる人ってのは本当にワインだったら100万出しても飲りたくも買い込めないみたいなお金持ってるって意味じゃなくてそれぐらいワインが好きみたいな人ばっかり付き合ってるから僕の社会規範ではこれが正しくなっちゃうんですよつまりどういうことかっていうと皆さんの意思決定は皆さんが付き合っている仲間の社会規範に影響されるんで何か目標を達成したいとか何か自分が大きなことをしたいと思うんだったらいい友達と過ごす時間を増やして�悪い だしと過ごす時間を減らしてあげるってことがすごい効果的なんですよというわけでぜひですねいい仲間と過ごす時間を増やしてくださいはい そして、続いて3つ目。えー、3つ目はですね、まあ、これは 100%, あの100こういう相手が見つかるわけじゃないんで、できたらでいいんですけれども、自分と状況が似ている人、あるいは似ていた人をコピーしてください。はい。えー、当たり前なんですが、さっき言った社会規範、みんながやってますよっていうのが力になるっていう、この影響は、身近にいる人とか、自分と同じような環境とか、状況にいる人、えー、の方が強くなります。社会規範の影響っていうのは。だから、成功者を真似するときには、成功者の習慣をそのまま真似するんじゃなくて、たぶんその成功者が昔や自分と同じような 苦しみを持っていたんだっていうふうなことを知ってそれで真似するとかあるいは成功者の今の習慣じゃなくて成功者が成功する前の自分と同じようにしんどい状況にいた時にどんな行動をしていたのかってことをコピーするということをした方が効果的にはなるそうですはい。というわけで自分にに、えー、状況が似ている人あるいは似ていた人をコピーするというのが、えー、3つ目のポイントでございます、えー、続いて4つ目のポイント4つ目のポイントは誰かの行動を変えたいんだったらみんなこうしてますって言葉を使ってくださいこれはまさにさっきの社会的な規範、えー、なんですがみんなこういう 行動ししてててまますすよよ、えー、ほとととんどの人はこここうういををっ説明されるだけででも多くの人は実際に行動を変えるる確率が上がが上とということが研究で分かってますだから、もし皆さん自身じゃなくて、子供とか、えー、なんか親とか、えー、自分の旦那さんとか奥さんとか、そう,いう友達とか、誰か他人の行動を変えたいんだったら、他の人はこうしてますよ、みんなこういう風にしてるんですよってことを説明した方が、くど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 言ったりとか、これはダメだとか、あれはダメだとかいうよりも、相手を動かしやすいので、子供とかの行動を変えたい場合、自分以外の人間を変えたい場合は、みんなこうしてるよ、 って言った方が行動が変わりやすいです。ちなみにこれお客さんに対しても使えます。お客さんに例えば何か新しいものを買ってもらうってことをお勧めするときには、相手と似ている誰かが買ったって情報があると買いやすくなるんですよ。でこれなんかもおすすめのやり方ですね。そして最後、一番最後が大事なんですが、ここに戻ります。習慣化してください。はい。えー、ぜひですね、このコピペ戦略は習慣化してもらって、僕も今でもやってます。他人と話すときには、この人の何を真似できるかな、何をコピペできるかなってことを考えながら話を聞くようにしてます。こうすると相手に対する質問っていうのも質が深くなりますし、えー、楽しそうに していくことができるので人間関係にもプラスになるんですよだから一石何鳥にもなるのでぜひですねコピペをすること他人と話すとき相手を見て自分がコピーできそうなものを探してひたすらコピーしまくるっていうのをぜひ習慣化してみてくださいこれだけでも人生が大きく変わること間違いなしです真似するだけでも成功できるっていうのはこういうことなんですねぜひ試してみてください